My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big row ass man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get hundred dollar credit on your next ad campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. この時間は日替わりのコメンテーターが独自の切り口で多様な視点を提案するコーナーキャッチアップです月曜日は音楽プロデューサー松尾清さんですさあ松尾さん今日はリチャードマークスはいリチャードマークスですね、まあ、リチャードマークス80年代の、えー、アメリカンポップスの立役者の一人ということで、えー、もうその名は深く刻まれていると思いますご存知でしたお二人ともリチャードマークス 私は聞いたことがもちろんあります。時代的にちゃんと聞っかってますか ?80 年代から90年代前半にかけてですね。はい。私は流れてきて、聞いたことあるんですけれども、歌ってる方がリチャード・マークスさんっていうのはちょっと存じ上げなかったです。いや、聞いたことあるだけでもすごい、なんか、橋行き世りますね。うん、あの、すごく話しがいもありますね、このおじさんとしてはね。 <laughs> あのそうなんです、リチャード・マックス、さっきも話しましたように、その80年代の終わりから90年代の頭にかけて、まあ、この方、1963年9月16日生まれですから、まあ今日で61歳ということになるんですが、<ー>あのー、非常にこう、早熟なあ才能でありまして、もう10代の終わりの方からね、<ー>まあお父さんがあのあのジャズピアニスト、そして編曲家としてかなり知られてた。 あの、まあ、それこそ日本でのあの、XJAPAN のアメリカレコーディングの時なんかも、あの、そのオーケストレーションに参加するような人だったんですが、え<ー>あの、その業界人の息子として10代の終わりから、<ー>えー、ライオネル・リッチーとか、あの、まあ、そういう、なんていうのお、大物ミュージシャンと、<ー>え共、ー、作とか共演っていうのを重ねてきた、まあ、ある種、こう、 そうですね、まあ、エリート街道、トップミュージックのエリート街道を歩んできた方で、うんその、さっきから申し上げているように、80年代の終わりから活躍したっていうけど、まあ、それちょっとびっくりするぐらい若い時期なんですよ。うん、デビューアルバムをリリースした時点で、えー、22歳で,、うん、で、そのセカンドアルバムを出した時でも、まあ、89年にセカンドアルバムを出した時でも、まだ25歳。 だったんですがうこの20代前半のうちに出した2枚のアルバムリチャードマックスっていうのとリピードフェンダーってこの2 2枚のアルバムからなんと全米でトップ10ヒットは7曲も出てるんですよねは,<ー>はいあのー、本当になんて言うんだろうな出せばヒットするっていうようなねう今僕トッ,トップ10ヒットって言いましたけどトップ 5ヒットですね、<ー>「ノン・ミン・ナッシング」って曲から「アンジェリア」って曲まではあの、数字だけで言うのはちょっと品のない話なんですが、一応あ分かりやすく申し上げますと、デビューシングルが3位で、3位、3位、2位、1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 位,1位、4位みたいなは<ー>、はい、もう20代前半にして、うんえー、まあ、本当にいろんな栄光と、あとまあ、 もっと言うと、それに伴う印税収入っていうのを手に入れた方なんですが。<laughs> すごいでしょうね, <laughs> ね。すごかったと思うんですよ。で、僕も、あの、90年代の頭ぐらいですかね、この人に、えー、日本と、あと、どこだったかな、ロサンゼルスかな。3回会いましたけど、はい、本当に、えー、うん、あの、スター、スターって感じでしたね。その、はい、あの、彼のコンサートの、あのー、終わった後で、 あのまあ、ロサンゼルスの、あの例えば、屋外の大きな、ね、コンサートホールとかでやったりしたら、うん、もうその後も業界人がそのバックステージにダーッとこう行列を作るとか、うん、僕もその中の一人として並んだりしてたんですけども、はあ、まあ世代として僕そんなにね、あのー、年が離れてるわけじゃないんで、4つぐらいしか離れてないんで、こ、ええ、んなスター、スターライフ、 歩む人ってこのけど、僕あの2、2、3回インタビューしたし、なんかラジオ番組の共演とかもしたんですけど、すごい淡々とした方で、ほ<う>それを、まあ、あちらの業界人の人に聞くと、いや、彼は子供の頃からそういう業界にいるから、お父さんも有名な、うんあなるほど。有名な人で、まあ、お母さんも。 ルース・マックスって、まあそこそこ名の知られたあのシンガーだったんで、<ー>だからそこに浮き足だったところはないんだよっていうふうに聞いておりました。で、はい、あの、この甘い歌声も持ってますし、まあなんといってもソングライティングの妙ですよね。で、あのー、彼のその、まあシカゴ生まれの人なんですけども、まあ、それで、あのー、あの、あの、 シカゴってまあ大都会ですから、都会の洗練された感じも持っている一方で、シカゴに根付くブルースとか、そういう黒人音楽の系譜なんかも、体に染み込ませて、例えば、さっきお話ししましたけど、キャリアの初期には、ケニー・ロジャースっていうカントリーの大御所とも仕事もするし、ライオネル・リッチのような r b ソウルの人とも仕事をする。 でまあ、僕の大好きなルーサー・バンドルスっていう、はい、R&B アーティストいましたけども、ええ、え彼ともまあパートナーシップを組んで、えー、ルーサー・バンドルスのダンス WithMyFather っていう曲、これで2004年にはグラミー賞のおー最終楽曲賞を受賞した、その作り手としてね、<ー>やっぱりその歌い手としても作り手としても、もうあらゆる栄養を手に入れたような人なんですが。はあ えっと、その、さっきお話し,しました、80年代の終わりに、ぐわーっと駆け上って、ちょっと落ち着いたぐらいですかね。で、結婚も、あの、割と早く、あの、89年、もうアルバム、二、えー、2枚目のアルバムを出す前には、もう結婚していたんですね。まあ、つまり結、<ー>結婚した後もずっとスーパースターってことも見言えるんですが、その結婚相手が、シンシア・ローズっていう、まあ、ちょっと今、結構忘れられた感じもあるかもしれませんが、 あのー、かつて80年代前半にフラッシュダンスっていう映画がありましたけどね。はい、懐かしいですね。大ヒットしました本当にね。それにも重要な役どころで出ていたシンシア・ローズっていう方で、リチャードとは同世代だったんですが、えー、この人と89年に結婚して、えーまあ、94年までに男の子3人の父親になるんですね。それで あのーまあ、その3人目の息子が生まれるのと前後して、えー、アルバム4枚目かな、フ、え、ェードバケーションっていう、まあ、有給休,休暇っていうアルバムがありますけれども、<laughs> その中に収められていた Now and Forever、うん、最初に聴いてもらった曲ですよね、そうですね、はいはい、これを家族に捧げたんですね。 音楽みたいな生活をやってきたけれども、子供たちとか妻あってこそだと。うん、で、そういう捧げる曲っていうのがあって、で家族に捧げる曲がまた共感を呼んで、あのー、この時ちょっと久しぶりのトップ10ヒットになって、まあ彼の代表曲になってるんですが、まああのね、なかなかその人生というのは真っ直ぐではないというか、それから20年後の2014年には、えー、離婚を、 経験しております、はい、で、よで翌年にはまた、あの別のお、そうですねあの、演者さんとご結婚されてますけれども、まだまこれだけいろんなことを経験して、61歳ってことに、ちょっと改めて共感してきましまうんですが、やっぱりその、まず演者として世に出てきて、でもやっぱりそのソングライティングの妙っていうのが高く評価されて、 その自分よりも若い世代の、えー、例えば、インインクとかバックリックリープボーイズとかに曲を提供していた時期もありますし、うんあの日本では、はい、えっとチャゲン・アスカのアスカさんと、はいえー、コラボレーションを一時、重ねていらっしゃいましたね。へ<ー>はい、一曲、アスカさんとデュエットのような形式での曲を出して。 あとはまあ元ビートルズのリンゴスターのまあ,ある種こうなんていうのかなあのスーパースターバンドって今言えばいいのかなリンゴスターヒズオールスターバンドっていうのがえゼロ年代にありましたけどもそこのメンバーでもありましたしうん、うんまあ、ちょっと何ていうのかなこう理想の上をいくミュージシャン人生だっていう。 えー、印象もあります。で、改めて僕は思うのは、やっぱ曲が書けるっていうのは強いんだな、っていう。うん,うん。つまり、その、この人は、非常にあの、イヨシーも、かっこいい人で、若い時はアイドル的な人気もあったんですが、えー、まあいい感じに年を重ねられてまして、そういう意味でもね、その、いまだ錆びつかない、えー、曲の魅力と同じように、この、あの、リチャードマックス、その人自身も、 タイムレスな輝きを失っていないという、えー、今日なんか褒めるばっかりの話になっちゃったんですけれども、意外とね、僕、この人の功績っていうのがあの語り継がれてないなぁと思うあったんで、ん今日取り上げたんですけどね、まあ、橋本さんのお話聞くと、やっぱちゃんと名前伝わってはいるんだなというような、安心もいたしましたがとということで今日が。 61歳のお誕生日というリチャードマークスについて今日は解説していただきました。さあ、そして、はい、このグローアップが始まって2年半にわたってずっとこの月曜日を支えてくださった松尾清さん、はい、来週が最後の出演ということになるんですよね。そうなんですよね。ちょっと突然のあのご報告になってしまうんですが、うん、あの、ちょっと今ね、こうやってあの、ブラッシュアップ、キャッチアップという2つの枠をやらせていただいて、まあ、その形であの、いろんな 僕なりにバランスを考えながらお話ししたんですけれども、うんあの、なかなかちょっとその形が、あっきり守るのが難しくなってしまいまして、えー、ちょっとさよならのご報告ということになったんですが、まあ、あのリスナーとしても僕、ずっと、まあ、ほぼ毎日聞いてきて、<laughs> ありがとうございます本当にそれこそ木曜日の三好浩平さんのね、あのはい、先週で先々週か、はいあの、ナミビアの砂漠のはい、はい お話の時も、なるほどと思って昨日見に行ったりとかね。<ー> <laughs> <た>ありがとうございます。だからリスナーとしてもこれからずっと、あのー、ええ、関わっていくんで、まだあんまりこの番組、あの、お別れするっていう実感もないんですが、うん、え一足先に卒業っていうか、まあ中退ですね。させていただきます。Now and forever でよろしくお願いします。本当皆さんにお世話になりました。リスナーの皆さん、そして、えー、ね。うん やっぱなんと言っても田畑さんいやいやまあ、来週ありますからまだねはい、はい、<laughs> 泣きませんよ泣きませんよ <laughs> 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 ということであのー、<laughs> 来週もね、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますここまで松尾清志のキャッチアップをお送りしましたガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ会バッテン少女隊の春のキーナと瀬田さくらんです RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ バッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけますラジコ、スポティファイ、アップルポッドキャストアマゾンミュージック、ミュージーブミュージックでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします